像は忘れないは、1972年に刊行されたアガサクリスティの推理小説、ポアロシリーズの長編第32作目にあたる。ポアロシリーズ作品としては、1975年に刊行されたカーテンがエルキュール・ポアロ最後の作品とされるが、カーテンは1943年に執筆された作品であり、執筆順では本作が実質的に ポアロ最後の作品となる。本作では、五匹の小豚と同様に、階層の殺人が扱われており、作品中で、五匹の小豚について衝述されているほか、関連して、マギンティプ人は死んだや、ハロウィーンパーティーについても言及されている。なお、ゾウは忘れないという題名は、英語のことわざ、アンエレファントネバーファーゲッツ、ゾウは忘れないに由来する。推理作家ミセズオリバは、 文学者昼食会で、とある女性から、奇妙なことを頼まれる。その女性は、オリバが名付け親になった、シリア・レイヴンズクロフトという娘の両親が十、数年前に起こした、真珠事件の真相、父親と母親のどちらが相手を殺したのかを知りたいと、言うのだ。オリバから相談を受けたポアロは、レイヴンズクロフト家と関わりのあった人々を訪ねて、像のように記憶力の良い人を探す。 ようアドバイスする。一方、ポワロ自身も、旧友のスペンス元刑事から、当時の担当者として紹介されたギャロウェイ元刑事に、事件の調査内容を尋ね、真相の解明に乗り出す。名探偵ポワロ第66話、BBC ラジオ4で放送された、ラジオドラマ。アガサクリスティ百科事典、須藤康夫、変より、アガサクリスティ年譜の1943年を、参照。 アガサ・クリスティ百科辞典、須藤康夫、編より、作品辞典長編、63像は忘れないを参照。初登場は、パーカー・パイン登場に、収録の短編、退屈している軍人の事件。ポアロは、オリバ夫人とは、開いた、トランプで知り合い、以後これまでに、マギンティ夫人は死んだ、死者の過ち、第3の女、ハロウィンパーティーで共演している。ポアロは、 スペンス警視とは、マギンティプ人は死んだ、ハロウィーンパーティーで共演している。なお、満潮に乗ってに登場する、オーストシャー警察のスペンス警視は、別人とされるより、作中人物辞典のスペンス警視を参照。ありがとうございます。